柳瀬トンネルは、北陸自動車道、木の本インターチェンジ、鶴ヶインターチェンジ間と、福井県道、滋賀県道1 4 5号鶴ヶ柳瀬線の滋賀県と、福井県の県境にあるトンネルである。柳瀬トンネル、柳瀬トンネルトンネルがある、福井県道、滋賀県道1 4 5号鶴ヶ柳瀬線は、かつての日本国有鉄道北陸本線の旧ルートであり、 鉄道路線時代のトンネルを現在もそのまま使用している。延長は1352メートルで1898年に日本鉄道岩木線の金山トンネルが完成するまでは日本で一番長いトンネルだった。国家の一大プロジェクトとして建設され、滋賀県側の高校には伊藤博文の筆による一万世以来の石学が埋め込まれた。1869年に 日本で初の鉄道計画の一つとして、琵琶湖畔と鶴ヶを結ぶ路線の建設が決定した。1870年に、京都府は政府に対して、北陸方面から京都に至る鉄道を建設することを提言し、政府は東京線とによる京都衰退を危惧していたこともあり、1871年に京都鶴ヶ間の鉄道敷設を前提とした測量を、工部省に命じた。 この測量はリチャード・ボイルが実施し、1876年に測量を結果を政府に提出し、この中で京都から琵琶湖の東側を通って、前原、塩津経由で鶴ヶに至るルートを提唱した。そして長浜経由のルートを強く支持していた井上勝によって、塩津以南は琵琶湖の東側を経由するルートが確定する。ボイルは、 鶴ヶと塩津の区間については塩津街道に沿った最大33.3パーミルの勾配で山瀬をたどるルートを提言したが政府は急勾配の運行に難色を示しまた山と湖に囲まれた塩津を経由しても沿線の発展が望めないとして難色を示した1879年に政府は鉄道局に対して再調査を命じ鉄道局は1880年に 死をではなく柳瀬を経由するルートを指紋にかける。そして沿線村落の需要もあるとして柳瀬経由のルートで建設に決まった。施行は藤田組が請け負い、長谷川金助が技術者として指導に当たった。工費は約四十二万五千円で工期は四年かかった。柳瀬トンネルの工事では一人も犠牲者を出さなかった。施行時には大勢の工夫が作業にあたり、 手彫りで爆薬を使用して掘削が行われた。ただし、甲府は掘削が得意であったが、四方向の設置は不得意であったために過剰に四歩行を設置して、廃土作業が円滑に進まなかった。また、滋賀県側は、おびただしい量の湧水に悩まされ、福井県側へ下り、勾配になっているため奥に、水が流れ込み工事が中断されることが多々あった。 作業中はカンテラを使用していたので煙が充満して作業が進まなくなることもあった。これを見たイギリス人技師のボナールが助言し、水車を動力とした通風機が導入された。通風管には初はめトイを用いたが風圧によってすぐに破損した。そのため通風管は鉄管を陰道継ぎにして接着剤で固着させたものを用いたが、 接着剤に硫黄が含まれたので硫黄ガスが発生して作業員が倒れる事態が発生した。その後たたちにハンダによる接着に変えて事なきを得た。鶴ヶ港から資材を搬入するため西側から工事が進められた。その後工事の進捗が遅れていたため1883年4月に柳瀬まで線路がつながると東側の建設も進められた。 1883年11月16日に貫通し、1884年4月16日から運行が開始された。柳瀬トンネルには、はじめ1日3往復の列車が運行された。福井県側から滋賀県側に向かって25パーミルの勾配があり、その影響で、トネ駅で停車する列車はスイッチバックしなければならなかった。 1895年7月29日に、滋賀県側の横川の洪水が、柳瀬トンネルを通り抜け、福井県側の集落にある家屋が浸水、流出する災害が発生した。これにより、滋賀県側に設置された見張り所の責任者が、福井県側から訴えられて、裁判になったが、自然災害による不可抗力として、訴えが退けられた。 1927年1月25日には、滋賀県側の激しい降雪で列車が埋没して6日間運休となった。柳瀬トンネルは、梅園が問題視され、1928年2月6日にトンネル内で貨車を牽引していた蒸気機関車が空転し、梅園によって3名死亡する事故が発生している。この事故以来、魔のトンネルとして恐れられるようになったほか、 事故対策として、福井県側の高校に、外気遮断膜と換気扇が設けられた。この事故を契機に、国鉄は、柳瀬トンネルに代わる新線を建設する方針を決定した。1957年10月には、安出が大量発生して、線路上に出てきたため、押し潰された虫の油でスリップして列車が止まることも、あった。1957年10月1日、 深坂トンネルを経由する北陸本線の新線が開通し、旧線は柳瀬線に改称されて、ローカル列車のみを運行する路線となった。柳瀬線は、鳩と原信号場で新線と合流して、鶴ヶ駅へ向かう構造となっていた。1963年9月30日になり、鶴ヶから新引田までに残っていた25パーミルの急勾配を除去するためのループ線が開通して、 この区間が複線化された。従来の波と原信号上を経由する線路は下り線となった。そのままでは北陸本線の下り線に柳瀬線の上下列車を運転しなければならず、運転法案上の問題が出るとともに北陸本線の線路容量を制約する問題もあった。そこでこの日から柳瀬線は引田駅で折り返しとなり、引田鶴ヶ間はバス代行となった。 しかしこの措置により、柳瀬線利用者は激減し、翌1964年5月11日に、柳瀬線全線が廃止となって、国鉄バスが運行されるようになった。これにより、柳瀬トンネルは、鉄道トンネルとしては共用廃止された。旧柳瀬線後は、柳瀬トンネルを含めて、国鉄バスの専用道路に改修された。改修工事が行われるまでの間、 一般剣道を利用して、鶴ヶ大宮前橋間と、木の本岩桁谷まで暫定の折り返し運行を実施した。1964年9月1日に予定されていた柳瀬トンネル改修完了に合わせて、一般道と柳瀬トンネル経由で、木の本鶴ヶ間直通運行が開始され、12月1日に予定されていた専用道管制により、 全区間で専用道利用に切り替えることになっていた。その後、滋賀県側では1987年4月1日から、鶴ヶ谷長瀬線として県道に認定され、一般車両も通行できるようになり、同時にバス路線も廃止された。県道移管にあたって、福井県、滋賀県、日本国有鉄道、日本道路公団の4社が総工費2億3000万円を負担して、 トンネル内部の改修工事を行った。トンネル内部の幅員は3.8メートルとなり、非常対秘書2カ所、非常電話7カ所と照明が設置された。両入り口には一方通行の制御を目的とした信号機が設置されており、赤信号の長さが6分30秒に対して、青信号の長さは14秒しかないと紹介されていることがあるが、これは最も極端なケースであり、 観応式信号機を用い、信号待ちの車両の有無を把握することで、点灯時間を変動させている。なお、大型車、自転車などの軽車両、歩行者は通行できない。北陸自動車道の柳瀬トンネルは、滋賀県長浜市と福井県鶴ヶ市の県境に位置する高速自動車国道のトンネルである。ありがとうございます。